次に川野正美君。川野君。日本維新の会の川野正美でございます。本日あの災害対策特別委員会初めて出席させていただきまして、また重ねて初めて質問の機会まで頂戴いたしました。ただいま議論されております議題、法案につきまして、すでに数回の質疑および参考人聴取が行われていると伺っておりますので、そこで今回私はこれまで、医師としてですね、自らがあの仕事をしてまいった観点から、災害時の医療支援の問題等々につきまして、そういった観点から質問させていただきます。若干あの今までの討論と、重複する部分もあるかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。はじめに東日本大震災から2年以上経過いたしましたが、改めて尊い命を終えられた方々、ご遺族となられた方、今なお、進行中の放射線による、被害により帰宅がかなわない方々など、すべての被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。まず災害発生時の医療支援対策についてお尋ね申し上げます。我が国で大規模な災害が発生した場合、怪我人の手当はもとより、環境激変による急性期の疾病、さらに当地にお住まいの方で、慢性疾患の方々のケアをどうしていくのか、多くの医療スタッフというのが必要になってくるのかなと思っております。まずもってですね、国として現場に急行してもらえるような支援体制、公的な支援体制として国が行けと命令して、すぐに駆けつけることができるような体制っていうのがあるのかどうか、この点どうなっておりますでしょうか。現状をお聞かせいただきたいと思います。厚生労働省原伊勢局長。お答え申し上げます。災害時における人命救助につきましては、災害発生後72時間が経過すると生存率が急激に低下するということが言われております。このため災害発生後迅速に現地に医師などを派遣して、負傷者などに対して必要な医療を提供できる体制を整えることが必要だと考えているところでございます。このため国といたしましては、平成17年より大規模な天災や多数の負傷者が発生した現場におおむね48時間以内に到着し活動できる機動性を持った医療チーム、DMAT、ディザスターメディカルアシスタンスチームというものの派遣体制を整備しているところでございます。平成25年4月1日現在で全国で1150チームが配備されているところでございます。このチームにつきましては、その構成としましては、原則として医師1人と看護師2人、それから調整員1人という形でチームを組むこととしております。でこの DMAT につきまして、東日本大震災におきましても、発生直後の3月11日から22日までの12日間で全国から383体1856人が現地入りし、病院支援や広域医療搬送などの救命活動に従事したところでございます。またこの DMAT の、のあり方といいますか、使い方、あるいはその構成どうするか、それらにつきまして、23年7月に災害医療等のあり方に関する検討会を設置しまして、今回の東日本大震災を踏まえた課題などについて議論を行ってきております。その結果を踏まえまして、日本 DMAT 活動要領を改正いたしまして、ているところでございます。また引き続き、この医療関係者等からのご意見などを踏まえながら、 DMAT の機能強化に進めていきたいと考えております。川野君。今 DMAT のことについて ご答弁いただきましたけれども、やはりかなりの部分をですね、医師会であるとか、あるいは赤十字病院、済生会病院等々の、半分公的なところもありますけれども、民間の医療機関、医療チームに頼っているのが現状ではないのかなと思っております。その辺、政府としてのご見解、その民間に頼らずということでの範囲ではいかがでしょうか。原伊勢局長。
お答え申し上げます。DMAT につきましては、主としてその災害拠点病院等ですね、そういうところのチームでありますとか、もちろん民間のところもございます。で、災害拠点病院等につきましては、例えば日本赤十字社ももちろん、日本日赤病院等も入っておりますし、国立病院や、あるいはその他の公的病院も、確かに入っております。それから、この DMAT の活動は、主として、その、いわゆる災害発生直後を想定して、交代で、10日間、今回も10日間余りですけれども、活動いたしました。その今回の場合、その後の、慢性期の医療対応等につきましては、日本医師会等などで構成していただいています JMAT の活躍などに期待されたところでございます。河野君。今お答えいただきましたように、やはり今、医師不足というのもありますけれども、かなりその民間医療機関が、こういった災害時も、責務を持ってですね、一生懸命活動しているというところをご理解いただきたいと考えます。先の東日本大震災では、宮城県石巻市におきまして、医師であるとして活動してきたボランティア団体の代表が実際は医師ではなかったと。で、後に医師法違反、医師名称使用の疑いということで逮捕される事件がございました。いろいろ消毒措置とかいろいろされてて、大事には至ってないようなんですけれども、そういう、非常に嘆かわしいというか事件があったということですね。で、この際、この方が現地の災害ボランティアセンターに対して英文で書かれた名刺であるとか、名刺というのはもう誰でもどういう名刺でも作れますので、そういったものを提出したり、あるいは厚生労働省認定とか小児科とかですね、そういったことが書かれた顔写真入りの医師国家資格認定証なるカードを提示していたというふうに報道されております。そもそも厚生労働省の方で医師を証明するとものとして発行しているのは医師免許証しかないんじゃないかと思いますが、そういった認識でよろしいでしょうか。原医政局長。ご指摘のとおり、医師の資格を、確認するための、証書としては医師免許証のみでございます。委員長。河野君。はい、私も、自宅に置いておりますけれども、大きな症状みたいなのが医師免許証で、別に写真も書いて貼ってあるわけではないというのが、唯一でございます。で、実は1996年の6月13日に、私の地元でもあります、福岡県の福岡空港で、ガルーダインドネシア航空の865便が離陸滑走中に、エンジントラブルによって、急に離陸を中止したと。そうしたところ、滑走路をオーバーランしてしまい、乗員乗客275名のうち3名の乗客がお亡くなりになっておられます。この際、私どもの近くでありますので、地元のお医者さんが、飛行機事故、空港で事故があったということで、慌てて、ボランティア精神を持って駆けつけたところ、空港内というのはご存知のように非常にセキュリティが厳しいところでございますので、医師であるかどうかがわからないので、入れてもらえなかったということを、聞いております。で、看護師等につきましても同じことかと思いますけれども、急に駆けつけてくれたボランティアの医療スタッフに対しての身分証明書、あるいは証明書等でですね、例えば、プライベートで外出しているときに持っている方も少ないかと思いますので、何らかのそういった身分、資格のをですね、簡易的に確認するシステム、こういったことについて検討されていますでしょうか。現状をお聞かせください。原医政局長。医師の資格確認としては、正式には最終的にはその医師免許証の原本ですね、これをしっかりと確認していただくということが必要でございます。これにつきましては累次にわたりまして都道府県を通じて徹底をしていただくようにお願いをしているところでございます。また例えば被災地での場合を考えますと、通常緊急時には先ほど申しましたようなその DMAT というような形でのチームでの派遣が主とした活動になります。でその場合には当然ながらおのずから元々の病院というものでからの派遣になりますので、そういう意味ではその病院でしっかりと把握されているというふうに考えられます。一方その個人で活動される場合、これはどうかと言いますと、これはある程度落ち着いた段階だろうと思いますので、その際にはやはりその自治体や医療機関においてこの現在厚生労働省で検索システムを持っておりますので、そこでの氏名の確認でありますとか、そういう形での資格確認をしていただくことになろうかと思います。河野君。
これちょっと質問で通告してなかった点ですけれども、今、局長の方からお話があったコンピューターでパソコン上でですね、確認するシステム、あれっていうのは、なんか乗ってなかった人がいたり、乗っていた人がいたりということで、実は自分が乗ってるのかなと思って、一回調べてみたことがあるんですけれども、まあ僕は乗ってたんですが、うちの父親が実は亡くなった後に、検索したら出てきたということもありましたので、その辺の、メンテナンスっていうのはいかがなんでしょうか。原伊勢局長。お答え申し上げます。厳密に言いますと、医師の方が亡くなられた場合は、医師免許証を返納していただくことになっておりまして、ご遺族の、多くの場合、確実守られているかどうかちょっと不確かでございますけれども、そういう点で、お願いをしたいと。それから、医師の場合は、活動する市内に関わらず、2年に1回、活動の、報告をしていただきますので、それとの確認を取ることも可能かと思いますけれども、ちょっとその点を全部システムまで反映されてないのではないかというふうに考えます。川野君。すいません、遺族が悪かったということで申し訳ございませんでした。ですね。実は、この事故でですね、漏洩したジェット燃料というのに長期に、接触されてた消防の方がですね、化学熱傷を起こしたということで、いわゆる火傷ということを起こしたということがございました。で、そういうふうにボランティアで近隣の先生方駆けつけ、テレビのニュースすごかったので、この時は、駆けつけてくださった方がいればですね、当然空港の中ですから、そういう救急のシステムというのは、消防システムできてるんでしょうけれども、そういう、遊軍的に動ける先生がおられれば、産業医的な役割も担って、これはちょっと危ないんじゃないのかとか、こういう燃料で、化学熱傷というとかなりひどいと思うので、そういうことを誘導できるんじゃないのかなと思いましたので、その辺、有資格のボランティアが駆けつけてくださった場合ですね、ぜひ、確認してでも、入っていただけるようなシステムっていうのが整備されればいいのかなと思って、提案させていただきました。次に、遺体検案についてお尋ね申し上げます。先の震災では非常に多くの方が津波による被害でお亡くなりになりました。死亡診断書あるいは死体検案書というものがなければ、火葬の許可が下りないものだと認識しております。そういったことから、東日本大震災におきましては、全国レベルで死体検案をする医師の募集というのが行われておりました。で、実は被災者の救援のための医師を集めるというよりもですね、むしろご遺体を速やかに、埋葬していくために、医師の方集まってくれないかといった、募集が盛んに行われていたように私は記憶しております。当時実際私のところにもですね、死体検案のボランティアに来てくれないかという募集案内が来たんですけれども、私常々診断書の作成というのは極めて重たい仕事であると思っておりましたので、私精神科の医者なんですけれども、不慣れな医師が行うべき仕事ではないと考えまして、実はその時は、お断りしてしまいました。で、先日お亡くなりになった三國連太郎さんという方の主演された映画で有名なんですけれども、水上勉さんの飢餓海峡という映画あるいは小説がございます。これは、ご承知の先生方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、青函連絡船が台風で転覆して、乗船名簿に合致しない身元不明のお二方の遺体が上がるというところから問題が展開してまいります。実際殺人、強盗事件だったですかね。で、仲間割れして殺された二人の方がその青函連絡船に紛れて、ご遺体に紛れてしまうということなんですけれども、現実に多くのご遺体が集まった場合、どうしても短時間で検案していかなければならない。特に今のシーズンですと、夏暑くなってきてますので、特に急いでやらなければならない。そういったところに、私みたいな業務に習熟していない医師が行った場合、殺人事件の被害者等が仮にそこに混じっていたとしたら、そういう見落としてしまうという可能性もこれはゼロではないと、そういった思いがございます。東日本大震災でも多くの方が溺死されたというふうに認識しておりますので、仮に、風呂場等でですね、殺人をしたと、水に沈めて殺したと、で、溺死状態だったという方が、そういった被害者の中に、混じった場合、この辺の見解というのは、仮定のお話ですけれども、いかがでしょうか。
原伊勢局長。お答え申し上げます。懸案そのものは、これ、医師が懸案するということになっておりまして、懸案作業というものは、その死因等を判定するために死体の外表を検査するということとされております。つなげまして、見た感じでこう判定をしていただくことになろうかと思いますので、懸案書にはその結果、分かった範囲での死因をお記載していただくということになろうかと思います。委員長。川野君。はい。警察の方にもちょっと昨日お聞きしてたんですけれども、後日仮にですね、このような事件性のあるご遺体をスルーしてしまっていたということが分かった場合、懸案した医師の責任問題、あるいは何らかの法的なその医師が処罰を受けるというようなことがあるのかどうか、これについてご見解を。原伊勢局長。お答えいたします。今の懸案は先ほど申しましたように死体の外表検査ということでございますので、そこで分かる、その範囲で分かる範囲を書いていただくということになろうかと思います。で、この後に例えば、犯罪の疑いがある等でですね、解剖が行われて、懸案書の記載とは異なる死因が判明した場合であっても、医師としての責任が問われるものではないというふうに考えております。小山君。はい、ありがとうございました。そういったことであればですね、ぜひ私も医師として協力すべきだったのかなというふうな思いもありましたが、当時は、非常にそういったことを危惧しておりましたので、申し訳なかったなと思います。私は以前福岡県の精神科病院協会で理事をしておりまして、その際に災害対策も担当ということでさせていただいておりました。で、実は平成16年に新潟中越地震というのが発生したんですけれども、その時にですね、我々の仲間が各人バラバラに新潟県の親しい先生方に、お電話して問い合わせをしたという事例がございました。で、被害の少ない地域の病院に、電話をかけた先生は新潟は大丈夫だよと言っておられまして、一方で被害の大きな甚大なところの病院に電話をかけた先生は新潟が大変なことになっているぞと、我々福岡として何らかの支援はできないのかということで、非常に私ども九州にいる人間としてはですね、実際どれが本当なのかと、いずれも実際本当なんでしょうけれども、たまたま問い合わせした地域によって認識が異なってしまうというようなことになりますと、遠方から支援していく場合に非常に混乱してくるかなと思います。これは病院に限る問題ではないと考えますけれども、被害をきちんと取りまとめて整理して発信するというような体制整備ということはなされているんでしょうか。原伊勢局長。被災地における病院等の被害状況についてですけれども、これにつきましては広域災害救急医療情報システム、EMIS と略しておりますが、これによりまして災害拠点病院や救命救急センターなどの医療機関と、また国、都道府県などの行政機関のネットワーク化を図って、災害時での施設の被害状況、あるいは患者の収容の可否などにつきまして、医療機関で入力していただいて、情報共有を図るということにしております。このシステムにつきましては、平成25年度において、すべての都道府県で導入される予定となっておりまして、災害発生時には効果的な運用が図られるように努めてまいりたいと考えております。川野君。あらかじめそういったですね、交通整理をしておくことで、支援物資や、あるいは人的な支援っていうものが不足している場所に、あるいは本当に求められている場所に、きちんと適切に、送られていくということで、非常に効率的な支援が可能と思いますが、ちなみに自治体、今病院のことでお答えいただいたんですけれども、自治体としていろいろ、うちの県はこういうのが厳しいんですよというようなことが、あるんであれば、もし分かる範囲で、あるいは東日本大震災の実態、経験でも構いませんので、どなたかお答えいただけたらと思います。原伊勢局長。
今ちょっとご質問したらちょっとわからなかったんですけれども、その例えば病院などで例えば医薬品が足りないとか、あるいはそういうようなお尋ねだといたしますと、まあ、医薬品の供給につきましてはその各県の災害策本部などを通してですね、まず現地での融通と、それから、まあ、中央での調達と、まあ、そういうような形の中で、まあ、あと配送していくということを考えております。川野君。お聞きしたかったのは病院に限らずですね、全体の、各都道府県あるいは地方自治体で被災した場所に、そういうシステムがあるのか、こういうのが私どもの町では大変なんだというようなことがあるのかなということだったんですけれども、なかなかその辺は難しいと昨日質問通告したときに言われておりましたので、まあ、病院に限ったお答えをいただいたのかなと思っております。まあ、その辺も原田君、原田政策統括官。お答え申し上げます。医薬品に限らず物資全般ということでお答え申し上げさせていただきますが、必ずしも十分把握しきれていないところがございますが、災害対策基本法で市町村長は災害応急対策、災害復旧に必要な物資等を備蓄しなければならないというふうにされております。でその備蓄の状況でございますが、これは消防庁の調査になりますけれども、全国の市町村が自ら行う備蓄について平成23年度と24年度を比較して、例えばで申し上げますと、甲板では約1100万食から約1200万食に1割増、飲料水では約 1.3 万キロリットルから約 2.4 万キロリットル、約8割増、そういった、まあ、東日本大震災等々の影響もあったかと思いますが、そういった備蓄の増量が行われたところでございます。最後に、さらにおそらく通常災害が起こりますと備蓄だけは足りないということがございますので、そういった不足した物資につきましては第一弾でもそうですし、第二弾においても必要な物資をその都度調達をして必要な被災者に届けるという仕組みをいろいろと整備しているところでございます。川野君。はい、備蓄についてはちょっと後でまた詳しくお聞きしたいと思います。で、まあ、私どもそういった経験からですね、あらかじめ福岡県では、まあ、精神科病院においては我々災害時マニュアルを作ろうということになりまして、これも私が担当させていただきました。でその後日本精神科病院協会の雑誌にこれは発表掲載して公にしたところなんですけれども、この際に、まあ、我々病院団体でしたので事務長会、看護部長会、あるいは薬剤師会、栄養士会というのがありまして、まあ、そういったところから役員の方々にお集まりいただきまして検討を進めてまいりました。まあ、その時に出た意見をもうだいぶ前のことですけれども、思い出しながら若干お尋ねしたいと思います。で今、少しお答えいただきましたが、まず非常食品の備蓄等について改めてお尋ねします。栄養士会の意見をもとに、大規模な災害ではライフラインの途絶ということも想定しまして、加熱調理する必要のないレトルト食品や缶詰などの利用が適当だろうということになりまして、これを推奨することといたしました。で日本医療機能評価機構という公益財団があるんですけれども、まあ、ここが出している基準によれば、物資の補給が断たれても3日程度は耐えられる備蓄の確保をしろということでした。で非常時ですので、患者さん1人当たり1日1200キロカロリーぐらいということで想定しまして、これの3日分、そして水は1人1日1リットルということで、まあ、3リットルですね。さらに、病院から、発災後帰宅できない職員がいるだろうと、もしくは泊まりがけで働いていただかなければいけない医療スタッフがいると、こういうことを勘案すると、まあ、病床数ベッド数プラスアルファということなんですけれども、おおむね、患者数の倍ぐらいは、病院にとどまるんじゃないのかということになります。大きな病院ではこれをシミュレーションすると、体育館ほどの巨大備蓄倉庫を持っていないとこの量は入らないと、そういうことから、まあ、この部分はですね、我々としては最初マニュアルということでお出ししようと思ってたんですけれども、これはもうあくまでやはり病院長とか経営者の方の判断に委ねないと、3日分置きなさいということをマニュアル化するとですね、まあ、体育館並みの倉庫を設けなきゃいけないということで、ガイドラインという位置づけに留めたという記憶がございます。これが地域住民も入りまして、地域の防災計画として、まあ、国の指針というのがどうなっているのかということと、実際にその我々が検討した波のですね、
備蓄を地域で行うとなると、もう置き場所が甚だ大変なことになるのじゃないかなと思いますけれども、その辺、国としての指針及び、現在把握されている状態で結構でございますので、自治体がどういう取り組みをされているのかお聞かせいただきたいと思います。西村副大臣。先ほども一部答弁ありましたけれども、ご指摘のように、乾パンとかですね、それから飲料水、それから缶詰、こうしたものをの備蓄量を増やしております。で、これは市町村と、それから県と、それから国、でさらに言えば、流通在庫備蓄というかですね、一定の協定を結んでおいてですね、民間事業者からいざというときに供給してもらうと、これはコンビニであったりですね、スーパーであったり、そういうところと結ぶということが考えられるわけでありますけれども、そうしたものをする考えるとね、ざっと計算するとですね、例えば米なんかもですね、日本の全消費量の、1日の消費量の2、3日分は、どうもあるようでして、ちょっと細かく、計算をしておりませんけれども、そうした取り組みで民間から供給してもらう、あるいは自治体間でいざというとき融通し合うということを含めてですね、いろんなパターンを考えているわけでありますけれども、いずれにしましても、いざというときにスムーズに供給できるようにですね、考えていきたいと思いますし、さらに、南海トラフとか、大きな、大規模災害になりますと、3日ぐらいでは足らない可能性もありますので、検討会では1週間とか10日とかという議論もなされておりますので、ぜひ確実に増やしていけるように、そして供給がスムーズにいくようにですね、努めてまいりたいというふうに思います。河野君。はい、ありがとうございました。今おっしゃいましたように、本当に何日か、1週間とかいうふうに、話していくと、どんどんですね、これ、すごい量の、備蓄量になってしまいますので、その辺適切な判断が必要なのかと思いますし、日本が全体がやられてしまえば、これはもうどうしようもありませんけれども、震災とかそういう災害というのは、一部地域、地方限定になってくるのかなと思いますので、そういった意味では、その融通するシステムというのがきちんと作られればいいのかなと思っております。次に、これに関連しますけれども、医薬品の薬の搬送についてお尋ねいたします。さっきの震災でも交通網の途絶などにより医薬品の運搬が大変だったということを聞いております。また私どもの知っている先生では支援に駆けつける際にですね、自分のスーツケースに大量の薬を持って、これぐらい使うだろうということで持参したという話も聞いております。またガソリン等の燃料不足によって車が動かせないということで、搬送に苦慮したという報道もございましたが、これ実際いかがだったのでしょうかということで、その時の東日本大震災の、時の状況やその時に学んだ問題点とございましたらお教えいただきたいと思います。原伊勢局長。東日本大震災におきまして、ご指摘のとおり、医師などの医療関係者や卸業者など、医薬品をの関係の方々による、献身的な努力もありまして、制限のあった物流網の中でも最大限の供給が行われたと認識しております。ただ、課題といたしまして、特に初期対応時でございますけれども、現地の卸業者による供給体制が迅速に整備はされましたけれども、ご指摘のようにガソリン不足による給油制限のために医薬品の広域な輸送、搬送に支障が生じたこと。また、避難所の患者情報が乏しい中で、医療チームなどが携行できる医薬品の種類や量には限度がありますので、避難所などで医薬品の不足が生じたことなどの課題があったと考えております。で、このために今後、被災状況に応じて医薬品の搬送車両に対する優先給油などの扱いについて、関係省庁との調整を実施しますとともに、避難所での医療ニーズの適切な把握、分析や、また必要な医療チームの配置、必要な医薬品を含めた必要物品の調達などの、コーディネートする機能、これを十分に発揮できるような体制整備を、都道府県などに置いていくと、そのための支援を行っていくというようなことを考えております。今後とも、この東日本大震災の経験を踏まえながら、地方公共団体や関係団体などと連携を取りながら、災害における医薬品の安定供給に取り組んでまいりたいと考えております。河野君。はい。で、実はマニュアル作成時にですね、やはり先ほどからお話ししてますように、近隣の病院から医薬品も貸すことができないのかということを検討いたしました。ところが、薬剤師さんの方から出てきたのが、
まあ、あの薬というのは性質上備蓄として長期在庫していないと、必要な分だけ仕入れているので、なかなか病院によその病院に応援に持っていこうという量がないと、余裕がないということを言われました。それとやはりあの医療機関によって使う薬もまちまちですので、それも非常に難しいと。でまた今あの政府によって後発新品、いわゆるジェネリック等の使用が推進されておりますので、なかなかもうたくさんの種類があってですね、在形あの形とかいろいろ変わってきますので、患者さんにも説明していかなければならないということで、非常に難しいということで、実際は応援が困難であろうということになったわけなんですが、仮に応援しようという場合ですね、まあ、私精神管理者なんですが、向精神薬とかあるいは病院によっては麻薬など法的にあの据え付けた金庫に入れとかなければいけないとかですね、非常に厳しい保管を指導されている医薬品というのがあるんですけれども、そういったものをじゃあ隣の病院が被害に遭っているので持っていこうとか言った場合に、そういうのを法的にですね可能なのかどうかお聞かせいただきたいと思います。なんかもうそういう時は超法規的だとか言うんですけれども、まあこれはこういう場面では非常に使いにくい言葉かと思いますので、お答えいただけたらと思います。平山大臣官房審議官。お答えいたします。麻薬とか向精神薬につきましては、あの麻薬および向精神薬取締法という法律がございまして、その中で向精神薬を病院間で融通できるケースというのが限定的に規定されております。そのケースとしては、同一の法人の他の病院診療所の間で融通する場合、もう一つはある病院診療所とその職員のための福祉事業として設置されている別の病院や診療所との間で融通する場合という、非常に限定された場合のみ、向精神薬を病院間で融通できることになっております。それ以外のところは規定がございませんので、できないということでございます。河野君。そうすると現実には、まあ私どもの病院で、なんかあった場合は、もう他の病院に貸すということは難しいということでですね。平山大臣官房審議官。その場合は融通できないということで、正規の卸を通じて購入していただくしか方法がないということでございます。河野君。非常にそれは厳しい現実にはですね、災害の程度にもよると思いますけど厳しいのかなと思いますので、まあ、今後検討課題としていただけたらと考えます。次に時間もございませんので、精神障害者や結核伝染病などですね、いわゆる強制的に、まあ、入院が必要とされている方の災害時の処遇についてお尋ねしたいと思います。例えば、まあ、私精神科の医者ですので精神障害者の措置入院というのがございます。でこれは自傷互いの恐れがある精神障害者について、まあ、必要な措置診察というのを手順を経た後、都道府県知事あるいは政令指定都市の市長が、まあ、命令するという形で、強制的にその精神保健病床に入院させるということになっております。で通常何らかの理由がありまして措置入院患者をよその病院に転院させるという必要が出た場合には、その当該の保健所を通じまして他の病院を当たっていただくというようなことが必要ですし、また書面を提出したりですね、その転院に対する、許可をいただくのに数日とかあるいは2週間程度かかるということもあります。で震災などによってそういった患者さんを、見る部屋、いわゆる保護室等が破損した場合、このままでは当該病院では、その治療の安全安心な治療の継続ができないという場合が発生すると思うんですけれども、こういったときに、ちょっとまた先の答弁になるのかもしれませんけれども、医師同士でですね、転院させると、緊急ということで、安全に患者さんを治療できる体制のある病院に送るというようなことが可能でしょうか、お聞かせください。岡田社会援護局障害保健福祉部長。
先生ご主張の通り、精神障害者の措置入院は精神保健福祉法第29条に基づきまして、都道府県知事などが自傷他害の恐れがあると認められた精神障害者を行政処分として精神科病院に入院させるものでございます。でこの措置入院は同法の29条の4に基づきまして、都道府県知事などが指定医の診察結果に基づいて処分を解除することによって、退院するということになりまして、都道府県知事が入院の 行政処分を解除しない限りは、その行政処分、措置入院の行政処分は、存続していると、継続しているということで考えておりまして、ご指摘のように被災した病院から転院の場合についても、特段の法律上の手当はいらないという形で解釈させていただいているところでございます。従いまして、措置入院の患者さんが入院している精神科病院が被災した場合にも、医師間でやった場合にも、適切な入院治療がそのまま継続されるというふうに考えています。感染症法に基づきます強制入院についても基本的には同じ考え方で、対応しているところでございます。河野君。今お答えいただきましたように、非常にそういう災害があったとき病院間で薬のやり取りもできないと、患者さんのやり取りも実際はできないということで、非常に問題が多いのかなと思います。次に、災害時に例えば被災した近隣の病院から、その法的に強制的な入院の患者さんでなければ、任意的に患者さん自らの意思で入院されている、内科の患者さん等であれば、お引き受けするということができるんですけれども、そういった、患者さんを引き受けた場合、例えば100ベッドの病院なんだけれども、150人入ってしまったとか、そういった超過収容になってしまうというのが、緊急時というのはあり得るのかなと思います。その辺についてコメントをいただけますでしょうか。原伊勢局長。被災地あるいはその周辺で、先生ご指摘のように患者さんが移動する場合ですね、あるいはその逆にその応援のために周りの病院から医療スタッフが現地に入っていってその病院で不足する場合、などなど、いろいろな状況の中で、その医療機関の人員配置基準、患者さんと医療スタッフの比率、これが満たされないというような場合のことだと思いますが、医療法上におきましては、実際の人数が人員配置基準に定める人数の半分以下になると、それという状態が2年を超えて継続している場合などについて、その増員を命令するなるという措置がありますので、こういう災害時において、その短期的な場合においてどうこうということはございません。それからまた、診療報酬上の取り扱いについてでございますけれども、一般的な取り扱いとしては、例えば今回もその看護職員の数が1割を超えて不足する場合、この場合は通常は非常に低い入院基本料になるんですけれども、今回の場合は特段の措置ということで、通知でもって、従前の入院基本料が算定できるようにということで、して特例な措置を行ったところでございます。このように大規模な災害時におきましては、それぞれの状況に応じた形での対応をさせていただいているところでございます。河野君。はい、ありがとうございました。そしたら2年以上ということなので、暫定的にはそういったことができるのかなと認識いたしました。ところが今度ですね、じゃあ逆に、被災した病院、知り合いの病院が大変なことになっているということで応援に駆けつけた場合ですね、で応援に駆けつけたがために自分の医療機関が実は医師の定員を割ってしまった、あるいは看護師の定員を割ってしまったと、いわゆる氷結になってしまうということがあるかと思うんですが、そういった場合について、厚生局等が指導とか処分行われた事例はございますでしょうか。原伊勢局長。今ほどもお答えいたしましたように、災害時の緊急な場合ということで、その場合については医療課長通知等でですね、特段の措置を取るということで、具体的に例えば患者との比率が足りないということで今回措置を受けたところはございません。河野君。時間もほとんどないと思いますので最後に、いきます。災害時多目的線、いわゆる病院線というのが、検討されているかなと思いますので、これについてお聞きしたいと思います。で、この問題につきましては、病院線建造推進超党派議員連盟という議連がございますし、5月10日の本特別委員会におきまして、自民党の務体委員が質問されているようでございますが、病院線を国として導入する意思がありますでしょうか。あるかないか、ちょっとお聞かせください。古谷防災担当大臣。
お答えいたします。議連、超党派の議連で検討して、まあ、それに基づいてですね、平成23年の補正予算、等々でですね、その可能性について調査は行いました、行ったところであります。まあ、その結果ですね、もし病院船作るとなると、やっぱりヘリコプターが離着陸するとかそういったことになると、かなり大型船なんですね。一隻300億円で、だいたいこういうものはペアで、やりますので、そうすると600億、維持管理費で、一隻25億、トータル50億円、かなりの大きな、財政負担になるということ で、こういった船を作っても、実際にその平時にですね、あまり活用できないだろうということも出ているんですね。やはり、こういった災害対策も含めてですね、やっぱり平時に何か利用できて、いざ災害が起きた有事な時にはその本来の役割を発揮する、まあ、こういう視点って非常に重要ですので、そういった観点からすると、例えばコンテナのようなモジュールを作っておいてですね、その中に、まあ、医療の関係の施設だとかベッドだとか、まあ、入れといて、これでいざ災害が発生した時にはそれをまあ運ぶ、船で運ぶもいいし、トラックも運ぶのもいいだろうと。で、普段はですね、例えば、まあ、無依存とか僻地に活用することができるんじゃないかな、まあ、こんなようなこともですね、検討して、まあ、だから船を絶対作るということではなくて、あくまでもその災害が起きた時にですね、その医療がしっかりできるようにするという視点からすれば、多様な選択肢があると思います。それ以外にもですね、例えば船をチャーターしたらどうかということもありますけど、実際船のチャーターもなかなか、これ船っていろんな用途によって全部決まってますんで、そう簡単ではないようですね。まあ、だから当面ですね、例えば自衛隊の既存船舶を活用した実証実験、こんなようなものもね、しながら一番いい費用対効果の高い対応をしていくっていうのが現実的だろうと、こういうふうに今のところ考えています。河野君。はい、時間が来ましたけれども、大臣ありがとうございました。古谷大臣の答弁見ておりまして、前の記録を見ておりまして、ちょっと非現実的ということでしたので、ちょっとネガティブな印象を受けておりました。非常に明快に現実的なことを考えていただいているということが分かりました。で、検討されている報告書の中にはですね、慢性期とか、あるいは病床500床とかいうのがあったんですけれども、私はもうちょっとちっちゃな船で、とりあえず災害が起きたところに飛んでいくと、そしてそこでトリアージなり簡単な手術ができるようにして、そしてあとは後方支援していただく、まあ、陸地にある病院に運んでいくというのがいいのかなと思いましたので、まあ、現実的にそういう災害の時に役に立つようなものが出来上がればいいかなと思って、本当にありがとうございました。それでは時間が来ましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。